日本ハム新庄監督、もったいないですよね。3日、日本ハムはロッテに6対9で敗れた。6回から2番手でマウンドに上がったマーフィーが誤算だった。四球と連打でワンアウトも取れず、降板を余儀なくされると。3番手、ザバラも失点を重ね、この回だけで5失点。細野のプロ初勝利が幻になって消えると。その後の中継ぎ陣も精彩を欠き、チームは連勝を逃した。新庄監督、いつも期待しているマーフィーが。やっぱりノーアウトからのフォアボールは点につながるので。もったいないですよね。このところ救援陣は疲れのせいか、簡単に四球を出すケースが増加している。しかしながら指揮官は、でも、それが仕事で高い給料をもらっているんですからとバッサリ。その練習を毎日しているわけじゃないですか？本人次第というか、そこは直してもらわないといけないですよね。厳しい表情で救援陣に奮起を促していた。これにネット上では、四球はダメという新庄監督の理念が、マーフィーに全く伝わってない。しかも本人も懲りずに繰り返す。中継ぎにはここから多大な負担がいきそう。日本ハムはここが正念場？ソフトバンクは一旦置いといて、ロッテにこれ以上離されるときつい。B クラスで特に調子のいいチームは現状いないんだけど。オリックスはなんだかんだで、終盤突き上げてくるかもしれない。